あのメガネ君をめった打ちにすれば君が出ざるを得ないでしょう。エイタ、メガネ君じゃなくてエイタって言うんだよ。西欧の一番を背負ってる選手を甘く見ない方がいいよ。立ち直れなくなるのは川村光一の方かもしれない。西欧シニア対藤ヶ丘シニアの試合を始めます。3回表1点リード、2アウトランナー1塁か。一応聞くけど敬遠する気ある？クモ、あるわけねえだろ。こいつをぶっ叩いて流れを完全にうちに持ってくんだよ。あー、大きい大きい。野田の逆転ツーランホームラン、西欧が逆転に成功。今のうちに笑ってろよ西欧、最後は必ず俺らが笑う。3回裏、藤ヶ丘シニアの攻撃は1番キャッチャー皆浦くん。うちは上位打線で得点しないと厳しい。当然すぐさま追いつかないとヤバい。出し惜しみする気など毛頭ない。網膜に焼き付けろ、完成したジャイロスライダーを。石浜くんを引っ張り出すのも楽じゃないね。俺にとってジャイロスライダーは必殺であると同時にオプションの一つに過ぎない。シーンごとに最も効果的な球種を選択する。俺の境地はゲームそのものを支配することだ。この大会が終わるまでに一番を奪う、その気持ちは変わらないけど、今現時点では間違いなくお前が西欧のエースだ。頑張れ文吾。ないな、お前の頑張れほど俺の背中を強く押すものは。はいね。ああ、これを言っちゃうと元も子もないんだけどさ、スピードだよ。ストレートのスピードが足りなかった、それが彼の敗因だよ。川村にリベンジしないと。西欧の一番が投げた試合は負けないんだ、絶対に。文吾、助けてくれ、チームを、俺を倒してくれ、あいつを。西欧シニア、守備の変更をお知らせします。ライトの石浜くんがピッチャー、5番ピッチャー石浜くん。究極の盾と矛、彼らは今大会において一度も打たれたことのないピッチャーと一度も打ち取られたことのないバッター、パーフェクトレコード同士の対決。覚えてる石浜くん、試合前に僕が言ったことを。言った通りになったでしょう。僕と君は選ばれし者、僕らの間でしか通じ合えない、語り合えない世界がある。な、おいおい、な、なんだ、投げた。バッターがまだ構えてないのに。ノーカウント、プレーコール前。すみません。荒々しいね川村、お前こそ覚えているか、俺が言ったことを。ん、何だったかな。思い出すよ、この打席が終わる頃にお前は思い出す。怒らせることで石浜の最大値を引き出そうとしているのか。見せすぎれば捉えられる危険が増す、たとえど真ん中ストレートであっても。だがお前なら、お前ならきっと。文吾、文吾さん、胸の張りが通常だ。つまりど真ん中ストレートじゃない、カーブだ。西欧の一番を背負ってる選手をエイタを甘く見ない方がいい。立ち直れなくなるのは川村光一かもしれない。ジャイロスライダー、決めていた。俺が登板することになった時からエイタのボールでお前を蹴散らす。空振り三振。俺じゃない、お前はエイタに負けたんだ。もはや異論などあろうはずもない。お前だ、お前しかいない。お前だ、誰がどう見てもお前こそふさわしい。石浜文吾が西欧のエースだ。文吾、最新コミックス絶賛発売中。